はい、えー、それではね、あレックセニ講師の宮口さとう氏といいます。皆さんどうもこんにちは。おはようございます。こんばんは。はい、えー、なかなかね、今世界はもうコロナの影響で大変な目に遭っております。ね、私も大変な目に遭っております。ね、ちょっとあの。 ウイルス防止スプレーをね顔にぶっかけますからちょっと待ってくださいうわちょっとかけすぎましたねちょっとなんか拭きたいなちょっとかけすぎましたわええー、ちょっと拭きますね よっしゃ。まあいいだろう。はい。さあ、これでバッチリ散りばつって感じだよね。ええー。はい。じゃあですね、あのー、宮内聡氏の論文やマグロ講座、えー、2020についてですね、ご紹介いたしたい。ね。ご紹介いたして日本語的におかしいですね。紹介したいと思います。はい。それではですね、あのー、 まずこの山ごろって変な名前ですけどね山当てとごろ合わせをねまあ兼ねてる講座なんですよええじゃあちょっと見ていきたいと思いますけどねあまずはねこの必要最低限の型をねええ確立しますええあのー、うんどういうことかというとねこれちょっと今手元にね まあちょっと去年のバージョン去年のバージョンしかない,ないというかまあ、えー、ないんですがまあ大体、えー、参考にはなると思いますからね、えー、あのー、こういうふうにね、えー、型がありましてねほら十七特実に関しては17の型をね用意します、えー、これをねマスターすればある程度も本試験にあのー もう大体、ああ、あの方だなと。あの方って人みたいですね。ああ、あの方にお会いしましてみたいなね、違いますよ。形の意味ですよね。えー、大体もう不自由しないと思いますよ。えー、であと2時間かける12コマ、あ合計24時間ですね。で、やっぱりね、あのー、そうですね、えー。担当ばっかり勉強してですね。 あの論文に,こう勉強論文にこの力を入れてこなかった担当に力を入れ論文に力を入れてこなかった受験生あこれにおすすめですねあ短期間でねあの論文の基本知識学べますよ去年もあのこういう人がいたんですよあ担当にとにかく受かりたかったから担当ばっかり勉強したんですよ でまあ受かっちゃったんで欲が出てですねいや先生あの論文も受かりたいくなりましたとでも担当ばっか勉強してたんですと論文ほとんどやってません土幻すればいいとですか土幻化せないかんなそれはと私答えましたねそら土幻化せないかんですわと DSI ですなとあまあそこでおすすめしたのがこれなんですよああ論文山五ろそしたらもうコロッとですね コロッとゴロッと、えー、受かりました、えー、一発合格ですわ、まあその人はの私と対談もやってますからねあのレックのホームページで対談の動画見れば分かると思いますけど、えー、そうなんですよ論文ねパッとしなかったんですけど担当受かるまでもう一気にガッと伸びましたね y=x の2乗ぐらいの傾きでもってねええー、そんなんですよ だと、まあ、あの、即効性のある語呂合わせとテクニックを伝授しますからね。うん。そうです。やっぱりね、あのー。これ重要ですね。論文の型とか、定義とかね。えー、論証の語呂合わせ、えー。長文問題が出た際の解法テクニック。ね、こういったものをね、惜しみなく伝授します。あのー、これね、私がほら。やっぱり、講義時間ちゅうのがあってね。あー。 まともに教えてると講義時間がオーバーするんですよ。だからそういう時に私がどうやって問題文を読んでるかっていうね、えー、それも参考になると思いますよ。えー、上から真面目に読まないね。まあこれ以上ちょっと言いません。はい。で平成24年分の過去24年分の本試験の問題を徹底分析がこれはねあることあるんですよ今手元に。 ちょっっと待ってねこれ、えー、24年分かな1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 2 3 2 4おお24年分分析してますねからですねさらにあの山を張るとそうなんですよ山当てですね結構当たりますよ今年の山を張り新作問題等に取り組んでいきます で条約的要素に備える対策会をプラスしていくと、ええ、条約の会もねあの、最近ほら、条約結構出るよね、PCT とか PLT とか、ドプロとかね、出ますよね、だからジュネーブたりも今年危ないかなと、そして判例ですね、判例を端的にまとめて解説する、判例ダイジェスト会、これもプラスしてます。 ええ、よろしいですかあの例えば「すごいぞ砂糖大法廷」でおなじみのメリアス事件ではね「平14222」でおなじみのエトニス事件論文でも品質ですよねでも実際には非常に長いんですよ、うん、でそれをね丸暗記非常に長くそれを丸暗記するのは非常に効率非効率です、ね、だから短くても重要キーワードが抑えられていれば受かりますね、ええ まあそこで「判例ダイジェスト会」一、えー、コマねあの論文と案で必要とされるエッセンス部分ね、うん、これをね、あのー、端的に伝授していきますからであとね判例の数ですけどね縁起、まあ、を担ぐ意味も込めてね77にしますから「ラッキーセブンセブンンね四国88か所に対抗してそれぞれ1位少なくして77とね うそういうふうにしときますからあ,であとはね改正対策もちろんやりますね、あのー、平成30年と令和元年改正がね急務ですよあそしてね、あのー、あもちろん改正改定の払拭を図るのはもちろんなんですがね最近では平成29年商標2とか R1 改正 R1 商標法2のように特定の論点をめぐってねはい 否定説、ちょっと青丸ねそれから肯定説述べさせた上でそして辞説を展開させる問題これを私が名付けました否定肯定あなたはどっち問題ねえー、このような問題に対処するにはコツがあるんですよ実はええー、まあ知ってればいいですよあの両,両方の説知ってるぜ俺はとそれは書けますよでも知らないのが出たらどうしますかっていう話ですよねそういう時にコツがあるんですよ それをね伝授していきたいなといこのように思います。はい。でこれですねあの視聴期限はね7月31日ってなってますけどこれ皆さんね心配しないでください。えー、っとちょっと断言はできないですけどあの 9, 9月になるって言ってましたね弁理試験がね担当がそうすると1110月か11月ですよね論文試験ね。 まあ、だから少なくともそこまでは伸ばしますからこれはあのー、ちょっとね7月でなってますけど論文本試験の論文本試験日の月の末日までやります。あーあのー、まで OK。ということに。 しますからはい。ということやね。ということで、ちょっとこのカリキュラムを見るとね、あの1回から4回までが特実ですね。はいで、衣装のイメージカラーである黄色で5回、6回、えー、衣装を2回分やります。えー、商標はね、イメージカラーオレンジなんで、オランゲリオンで塗ります。これも2回ですね。あ 条約はね、ね。青のイメージです、ね、うんあんまりほら好きな人いないからねこれはあの1回だけでいきます、はい、で判例ダイジェストもねまああのダイジェストですから、まあ、全てはできないかもしれませんけど77とりあえずレジュメは作ってねあの可能な限りやってみますこれはね何にしようかなあミドレンジャーにしとこうかミドレンジャー はい、そしてあ改正対策否定肯定問題対策ねこれはねどうしようかな赤で牛乳にしようかね赤,赤で、うん、赤で塗るわ、うん、否定肯定あなたはどっちも問題ね改正対策はやっぱり改正の色である、まあ、黄色にしたいなと、うん、こんな感じですわ えー、まととめてやりたいなと思いますあのまあ11回を改正12回にあの否定肯定持ってきてもいいんだけどねちょっと割り切れないちょうどこう割り切れない可能性もあるからねえーまあ、2回分でそれをやろうかなというふうに思っておりますんでええー、よろしいでしょうか皆さんはいじゃあねあのー ちょっと待ってね。ああ、そうですね。まあ、例えば、まあ、あの、平成三十年ね、的中するんですけど。まあ、私の、あの、語呂合わせが、て、見事に的中、三条二項の趣旨。ね。これ、見てくださいよ。あ、特定なんね、使用結果、あ、密接経験、顕著性というね。えー、もう、キーワードがですね、もう、頭からこびりついて、離れなくなりますよ。 特定、長年、使用結果、あ密接、経験、堅調性ですね。もうこういうふうに論書をね、抑えるべきキーワードをばっちりこう抑えるということですわ。ええ。で、あと何気にですね、否定、肯定っていうわけじゃないんですけど、あの、ここにね、出願商標と使用商標の同一性、出願にかかる商品義、えー、務とあ、使用商品にかかる商品義務の同一性は厳格にすべきか、論ずでしょ。 やっぱほら指定工程あるわけじゃんなあそしてね、えー、応用例には、えー、これテニスラケットの映画描いてますけどねえー、っとね、えー、そうですねここに、えー、ブブ部品部分全体関連パリ組物秘密動的とありますけど法改正されましたので。 建築物とか画像の衣装も、えー、保護対象になりましたんでねなので、えー、その辺もひっくるめて新たなその項目を上げるための語呂合わせをね、えー、私が、まあ、現場で開発しますんで、まあ、あの受けていただきたいなと思いますとにかくここで覚えてればね、あのー、この手の問題が出た時にまず最初にメモするんですよ、うん、余白に。 でその中からこう絞り込みをやっていけばねあの必ずやこれ項目落ち防げますんでねで指定工程あなたはどっち問題っていうのはね、まあ、例えば去年の問題でいうとこれですねこれ令和元年商標法ですけどあの不使用取消しを免れるために、えーまあ、登録商標を使用してる必要があるんですけどがあ商標権者使用権者ね、えー、その使用がまずほら 商標的使用であることを必要とする立場と、ね、それからあのいやいや不要だよという立場、ね、そしてあなたはどっち、えー、みたいなね、えー、これが結構出てますちょっとこれは平成令和元年ですよね去年のちょっとね PC 画面にしますからね はい、でこれでえー、っとこれ特許庁のホームページですね「弁理士試験」と「あまあ、延期」も出てきましたよね「はい、で弁理士試験」うん「過去の問題」「29年ぐらい行ってみましょうか」「29年度ね」あ 商標法がねいい問題出してるんですよ。これがまた。うん、よろしいか。あのこれえこれか、うん。ちょっといいか。はい。上記商標権侵害訴訟において公はおつの,の有する上記商標を取るか八を一行に、えー、かかる無効利を有していることを発見したがはい。 すでに5年経過していたと。ああ、除籍期間やね。この場合における、この公弁の可否、これを論ぜよと。ね。無効審判だったらもう5年経過してるからアウトやね。できないですよ。請求できません。でも、無効の公弁どうかと。ええ。で、その公弁の可否を論ずるにあたって、問題の所在ね、まずは。問題の所在を明らかにしていろと。で、 はい、公弁を可とする場合まあ答弁できるよとそれからほら否定する場合ねそれぞれの理由に言及せよとほらな否定肯定あなたはどっち問題の一種やねこれも最近これねトレンドなんですよでなぜこれがトレンドなのかというとあのー、元に戻すけどね司法試験がこれ好きなんですよ 司法試験っってやっぱり当然侵害系ですわなああそうするとやっぱり原告と被告でねあの大審では原告が勝っても第二審で被告が勝つこともあり得るわけでしょうだからやっぱり、まあ、そういうのに慣れておく必要があると今のうちに慣れておけと絶対これで終わりというわけじゃないよとどっちの味方につく場合でもちゃんと対処できるようにしとけと原告につくか被告につくかね まあそんなところですよ。ねこれはいい問題ですわ。ねでもちろん、あのーまあ、私がねそのこの過去問だけだとあんまり数が少ないんでねいろんなその否定説と肯定説が分かれているような論点っていうのはね意外とあるんでねうん、あのー、例えばエトニス違うシェトア事件っていうのもそうですよ。シェトア事件平成3年の 4月23日の最高裁決ですけどねしで23とシェトはするだからあれもねえー、っとあの基本的に、まあ、皆さんも知ってる通り、えー、不使用取消審判における商標権者のその使用の事実はね、えー、事実審の口頭弁論終結まで許されると書いてますでしょは判事されてますよね。でもあの判例は あまあ裁判官5人おりましてね2人2人反対権を述べられておるそのうちの1人である坂上裁判官っていうのがいてねあの、まあ、坂上二郎ではありませんよ坂上裁判官っていうのがいてですねコント55号ではありませんからあその、えー、坂上裁判官これがですね、えー、反対権を述べているまあそういうところが狙われる可能性あるわけですよ。 えーまあ、だから楽しみにしておいてください。そういうところをね、あのー、やっていきます。ね。はい。ということでね皆さんこの「論文山黒」はね、まあ、結構あの長続きしてる講座なんですよ。ね。あのパッとしなければねもうすぐ終わりますからあやっぱ長年続いてるということはそれなりにまあ定評があるということですからね。 じゃあ皆さんね、あのーまあ、いつもと違う状況としては、まあ、論文試験がね、まあ、担当も含めて、あの便利試験、4ヶ月遅れで、えー、実施されることになりましたんでね、まあ、これ以上、これ以上遅れたら困りますけどね、あまあ、でも、あのー、粛々とやるしかないんで、あのー、いいと思います、今ほら、もう現場に来れないからね。 おまあ、少なくとも今私がこう収録してる時点においてレックではねもう受講生あの、うん、を呼んでの授業やってないですよ。だからやはり通信講座の、えー、ウェイトが高くなってますでそんな中でもこの山黒ねこれは本当に、えー、通信に向いてる講座ですのでい、えー、まあ、今一度皆さんね あの取ろうか取るまいか迷ってる人はねもう迷うことなくあの取っていいとああそのようもうそこまでもう推奨できる講座だと思いますんでねぜひ非ご受講いただければと思いますはいそれでは皆さんの検討を祈り,祈りましてですねそれから合格も祈りましてもう私のこの「論文山黒講座の」の紹介プロモーションビデオを終わりたいと思います。 そうでは皆さんまたいつかお目にかかる時までご犬を